上は1997年当時の一般路線車。下は同一車両の傍聴交通へ譲渡後のもの一般路線車貸し切り、県用車両山口市営バス時代の都職のまま使用される傍聴交通への譲渡車両山口市交通局は山口県山口市にかつて存在した地方公営企業。1999年まで公営バスの運行を行っていた。 廃止直前まで旧山口市及び旧小郡町、旧愛尾町一帯に路線網を持っていた。最盛期には近接する宇部市、旧アジス町、麻町、水戸町、周方町まで路線網を広げたほか、山口宇部空港へのリムジンバスの運行も行っていたが、1980年代に入り、いわゆる行政改革の一環で路線網を徐々に縮小。 1999年にはついに公営企業としての存続を断念、全路線、施設を傍聴交通2条として解散となった。現在、当時の交通局は傍聴交通山口営業所となり、傍聴交通が旧山口市交通局の路線をほぼ維持しながら運行が行われている。変更点は、車体の山口市営の文字の上から、 傍聴交通の文字のシールを貼り、正面の山口師匠の上から傍聴交通の車掌のプレートを貼り付けたのみ。方向幕も傍聴交通標準の青地に白文字ではなく、白地に青文字のまま。ありがとうございます。